ヨハン・アントン・アンドレは、ドイツの作曲家、音楽出版社、モーツァルト研究によってよく知られている。アンドレは、オフフェンバッハームマインに生まれた。作品には、オペラ、公共曲、ミサ曲、リートなどに加えて2巻にわたる未完の、レアブーフデア単質カンストがある。1799年に、モーツァルト未亡人のコンスタンチェから大量の自筆原稿を購入。 オフ,フェンバッハに持ち帰った。270以上の自筆譜の中には、オペラ、フィガロの結婚、マテキ、弦楽四重奏曲集や弦楽五重奏曲集、複数のピアノ競奏曲に、アイネクライネ・ナハトム・ジークも含まれていた。これらの自筆譜をもとに、アンドレ出版社がモーツァルト作品の非常に名高い版を整えて、刊行し、それが初版となった作品も数多くあった。 この功績により、アンドレはモーツァルト研究の父と称されるようになる。それまで名前のなかったモーツァルトのジング・シュピールにザイードと名付けたのはアンドレであった。父のヨハン・アンドレはモーツァルトがこのジング・シュピールの作曲を開始する以前に同じテクストを音楽に合わせていた。会社の成功は1799年のミュンヘンでアンドレが リトグラフの発明者であるアロイス・ゼネフェルダーに出会うに至って決定的となった。ゼネフェルダーはアンドレとの協業に合意、この新しい印刷技術を初めて音楽出版に適用する権利をアンドレの会社に認めた。リトグラフで印刷された最初の楽譜はアンドレ自身のオペラ、ダイ・バイバー・フォン・バインスベルクであり、1800年に刊行された。 アンドレは1839年に息子のヨハン・アウグスト・アンドレに事業を譲渡している。アンドレはオフェンバッハームマインに没した。注釈出典。ありがとうございます。